今回この山下地域交流センターですね、ここに多くの農機具の古い農機具があるということを伺いまして、まあそれと僕らが普段やってるような現代アートですよね、そこから何かこうインスパイアされたもので、古いものと新しいもの、そこから新しいものを生み出すみたいな形で考えてます。自分の作品をこの農機具とかと関わらせることで、まあ、そういうこう物の背景がこう浮かび上がってくるような、まあ、そういう歴史的なそういう体積とかですね、それで今の現在の生活とのつながりみたいなものがイメージとしてこう浮かび上がってくるような、そういう作品にがまあここで作れればなというふうに思っています。現場に来て一斉にこうやり出すっていう感じなので、まあ、そういうちょっとこう、まあ、即興性のある展示っていうのが、まあ、今回のこういう企画の面白さの一つなのかなと思ってます。他の人の作ってるのを見ながら、あ、ちょっとこういう感じにしようかとかですね、まあ、ちょっとこう他の人がどういうものを作るのか想像しながら、また自分も自分の作品をまあ構想していくっていう、まあ、両方の面白さが、まあ、この展覧会のまあ、肝でもあるのかなと思ってるんですけどね。